はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は This is the Police 159日目になりますね。プレイの方していきたいと思います。まずは、牛乳工場助成金を受けた価格で酪農家より牛乳を買い取りかな、あとは行政除雪の予算削減、今このフリーバーグはゲームの中では12月20日になってますからね。場所によってはもう雪も降るでしょうということだと思うんですが、射撃場経営者酔った客の銃弾をギリギリ回避、これマトリックス的な感じなんですかね。さあ、では今日も一応ねこのメモを確認して進んでいきましょう。もう残りも少なくなってきましたからね。159ってことはもうあとは20日間ぐらいしかないですもんね。さあ、バンダール、再雇用した時は能力値5だったんですが、155まで上がってきたバンダールは今日欠勤。最近欠勤者多いからな。飼い犬が死んで落ち込んでいるゲイ、これ2回連続ですね。2回連続こっちのゲイもか。いやー、ゲイ2人は完全に2日というか2回連続休みだな。マリニアックも酒酔いか。酒酔いは事故を起こすんで、どうしてもね出勤させられないんですよね。となると今日は8人の婦人ですね。8人いればなんとか回せるかなっていうところではあるんですけど、さあ、シフト A チームですが、高齢者のデモが入ってますね。経済状況の悪化を受けてコスト削減の一環として年金のカットを行わざるを得ない。自分の面倒も守らない年寄りたちのために市が犠牲になる必要はないのだ。彼らは毎日のようにやってきてデモを行うと脅してくる。彼らが大規模集会を始めると厄介だ。どのみち健康状態の悪い人たちなのだから、とにかくデモは避けたいので彼らを別荘送りにしてデモしてしまいたい。必要であれば武力を起こしても構わないと。高齢者のデモね。そもそもこれ市長側につくか、それともロジャーズ市長はワシントンで重要な友人の誕生日パーティーに出席する予定。警備を強化。しょうがない。ここはじゃあ下から3人出すか。この3人持ってかれると結構痛いんだけどな。そもそもだからロジャーズにつくかどうかっていうところからなんですけどね。まあ一応出しておきましょう。でだ、性的暴行の虐待か。これ今日グラスゴーがいないんで、ちょっと今日はやめておこう。グラスゴーを送るわけにはいかない。で、高齢者のデモ、4人も出さなきゃいけないの。これ4人出すともう終わったな、完全に。これ正直言ってあれですね、市長の警護なんかどうでもよかったな。暴行、ビーチの暴行どうにもなんないもんな。こっちの暴行もどうにもならないですね。警官が出せないんで。乗客の男は支払いをせずに逃げようとしたとき、タクシードライバー男を懲らしめてやろうと意を決した。目撃者ドライバー男の首を掴んで車、男を車外へ引きずり出すと男の尻を殴打したんだ。殴打したぐらいだったらいいですよね。無賃乗車しようとしたわけですよね。おっと、こっちは事件だな。一人の男がビーチを散歩していた人種の異なるカップルに暴行を加えたと。じゃあここはニューベリーにさらにシュローも出して一気に事件解決。いや、もうポーターも出す。いや、ポーターは残すか。2人出して一気に事件解決しましょう。市内での暴行事件だな。これが9秒でどうにかなる話ではないんで、これ1人じゃ絶対言ってくれないでしょ。まあそうだよね、しょうがないね。まあ、ただこれ、まあタクシードライバーが暴力を振るったのは問題ありますけど、料金を支払わないで逃げようとした客を懲らしめてやろうっていう、とっ捕まえたみたいな感じでは別にね問題はないかなと思うんですけどね。デモを無理やり鎮圧するか。無理やりは鎮圧できないよ。普通に鎮圧しよう。普通にね。さあ、警官が戻ってきてくれればなんとかってところなんですが、死人は出ないでしょさすがに。これではさあ、児童の虐待事件が起きています。
勲章を持つ大義軍人であるアンディ・カストロは息子を学校から引きずり出し、隠れて喫煙した罰を公の場で与えた。彼は息子が流血するまでベルトで叩き、地面に殴り倒した。ちょっとやりすぎですね。さらに自分の膝を息子の胸に押し付け、ワンカートのタバコを無理やり食べさせた。これはやばいな。学校の校長が一連の出来事を警察に通報。父親は戦争で正気を失ってしまった。このままでは少年が殺されてしまう。体育教師が阻止しようとしたが、父親は銃を手にして邪魔をしないよう脅してきたと。まあ、ちょっとやりすぎですよね、これは。じゃあ、レイ・グッドに参り。いやー、ディクソンも送っとく？銃を持ってる軍人相手なんで。さあ、こっちの方は、始まってますね。しっかり残り20日間のうちに事件を解決したいですが、まずは証拠集めからですね。さあ、住宅街の方の動物虐待事件。アパートの住民たちから飼い猫が姿を消したと通報。3匹の猫がキャリー・マーティンは再び通報してきて不満をあらわにした。これで今月7回目。2階に狂った魔女みたいなのがいて、動物たちを誘拐して虐待してるに違いないわ。お願い、魔女を始末して。なんかこれもなあ、何とも言えないな。これフロリドにバーディー出すにはもったいない事件なんで、ちょっと待ちましょう。とはいえ警官が戻ってくるまでには間に合わなそうだね。しょうがない。フロリドとバーディーを出そう。フロリドもちょっとへばってきてるからな。あんまり使いたくないんですけどね。ここでは今度は地下材。通行人たちを注射器で刺しながら通りを走ってる男がいる。うわぁ。刺した人々をエイズに感染させたと口走っているとかって言ってますけど、なんか危ないやつだな、こいつも。10秒あれば、ディクソン、レイグッド、マイリーが戻ってくるんで、彼らを派遣できますね。じゃあ、ここはディクソンにレイグッド。まあ、注射器で連続して刺していってるってかなり危ないやつですよね、もうすでに。爆破予告か、17秒しかない。これはちょっとどうにもならないんじゃないか。動物虐待の方は誤報だったか。こっちにディクソン、フロリドとバーディー出すのがもったいなかったんですね。注射器の方です。男に追い回されている女性が公衆電話ボックスに入り込んだ。ドアが開かないように押さえているが、注射器を持った男の腕が隙間に入ってきている。かなり危険だね。男を公衆電話から遠ざける。テーザー銃で男を撃つ。シャツのボタンを外して、おい、私にも一発撃ってくれないかと叫ぶ。テーザー銃で男を撃つでしょ、これも。爆破予告に間に合わないか？間に合わないね、間に合わない。これが誤報であってほしいけど。だー、死人が出てんじゃないか？まあ、出るよなー。大規模な喧嘩騒ぎです。リハーサルの最中に役者が、監督と口論を始めた。その変な帽子を俺にかぶらせたいなら、俺の頭を切ろ落としてからにしろと役者が怒鳴った。監督は諦めず、さらに俳優の同僚たちが監督をかばうと喧嘩が勃発。まあ、ここはじゃあここはレイグッドにマイリーに行ってもらおう。今日は2つの事件、警官派遣できませんでしたからね。いや、パーティーに市長の警護で3人出したのがちょっと痛かったな。今となってはですけどね。さあ、高齢者のデモは、まあ一応でもね、出したからね、警官は。俳優同士の喧嘩の方は、じゃあディクソンを追加で派遣しましょうか。暴行事件の方は、まあ一旦はね、このまま捜査を進めてもらいましょう。誘拐事件の方は、新しい写真は見つかっていないとはいえ、ちょっと一旦捜査開始します？いやー、写真がないな。これ新たに警官投入しないとダメだな。あー、刑事か。刑事投入しましょう。
ビアードとかめちゃくちゃ怪しいひげ面してるよな。誘拐事件の方でも何も3人刑事投入しててこのざまか。児童の性的虐待の方は、まあ、次回かな。警官投入できれば、刑事と一緒に行ってもらうっていう感じでいいと思うんですが。では、今日も、これで勤務終了していきましょう。3時まで働きましたからね。はい、というわけで159日目プレイしました。いかがでしたでしょうか。次回はこの続き160日目になりますね。プレイしていきたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。というわけで今回はここまでにさせていただきます。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。